願いします。はい、お待たせいたしました。ただいまより新型コロナウイルス感染症にかかる視聴記者会見を開催します。それでは視聴よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。祝日にもかかわらずお集まりいただいて恐縮でございます。青森市の新型コロナウイルスの感染者患者発生状況について本日もお伝えをさせていただきます。記者クラブの皆様には資料2つをお配りをしているところです。1つは本日青森市20件、患者の発生がございます。その一覧表2ページにわたります。それから概要図ということで2分の1、2分の2いつもお伝えしますが、2枚紙の概要図であります。まずは20件の一覧表の方から順次ご報告をしてまいりたいと思います。よろしくお願いします。まず636例目、40代の女性の方でありますが、こちらについてはクラスターとの関係ではなく、まあ、単独というか若干の起用の方との関係ございますが、単発型で今確認をしておるところを1人遺伝感性ある方を見出しております。行動歴にありますので618例目の方の同居人ということで判明したものであります。次の2列目637例目も単独であります。感染経路調査中ということになります。30代の男性の方、医療機関を受診し PCR 検査で陽性確定しております。638例目639例目につきましては10代の方でございますので、属性と非公表とさせていただきます。ご容赦いただきたいと思います。640例目についてでございますが、こちらはバークラスターの関係、であります。後ほどもご紹介しますが、初日だけ開けたバーになりますでしょうか。こちらの関係、この方一度 PCR 検査陰性を確認しております。4月21日水曜日と報告を受けておりますが、4月21日水曜日、PCR 検査陰性を一度確認しておりますが、その後症状が発現し、4月28日、昨日ですが再度 PCR 検査をご受検いただいたところ、陽性を確認した方であります。次の641例目は職場クラスター、自衛隊さんというふうにすでにご報告していますが、こちらのクラスター40代男性に関、こちらのクラスターに関係する40代男性の方となります。それから、次のページ642例目ということで、こちらについては、起用の方623例目の方の、職場関係者ということになります。昨日 PCR 検査した方、40代の男性です。陽性を確認しております。次に643例目の方については、単独というかまだ感染経路確認中の方、30代男性ということになります。昨日 PCR 検査後陽性を確認しております。644例目は10代のため、10歳未満のため非公表ということでご容赦を賜りたいと思います。次のページに行きまして、645例目であります。こちらは障害者施設クラスターの関連の方となります。40代女性の方、症例でいうと460番目の方の接触者となりますが、すでに障害者施設のクラスターということで、単独の障害者施設でのクラスター発生に関わる方、後ほど概要図でご紹介をいたします。次が646例目ですね。646例目も620例目の方との同居人ということで確認をされた方となります。クラスターではありませんが関連性を見出した方、後ほど関係図でご紹介します。647例目は病院クラスターの関係、まあ、7つのクラスターですか、連関するうちの病院クラスターの関係で発言した方、40代男性です。次の648例目は10代非公表ということで、こちらも性別属性等非公表とさせていただいております。次の649例目50代女性でありますが、こちらも病院のクラスターの関係、先ほど同様7つの連関あるクラスターのうち病院でのクラスターに連なる方であります。
で650例目から最後の655例目まで6名の方ですが、今日、お集まりいただいた趣旨クラスターに関連する方になります。年代幅広くて20代、30代、50代、60代、80代幅広い男女の方がおられますが、昨日 PCR 検査確認し陽性を確認したものでございまして、人数の塊となっておりますので、後ほどもう一度戻ってまいる方になります。では概要図の人型というといいますが、この人型についてナンバーをご報告してまいります。左上から順に進めてまいりたいと思います。左上の飲食店の下に、黒い人型7人で横に4人、縦に3人ですか、並んでいるところに白い人型が2人連なります。点々でつながる、すなわち同居人のつながりの方が646番目の方になります。それから点々でつながっている方が知人ということになりますが642という番号になります。それからその左側に白い人型が3人並んでおりますが、点々、いわゆる同居人でなっておる方が636です。その下に、単独でお二人並んでおりますが637、643、もう一度言いますが637、643というナンバーの方です。その下、施設という二重線の中におりますのが、白い人型お一人だけ645、障害者施設関連のクラスターとすでに起用発表済みの方の中に一人、症状が出た方645であります。今日新たに発表します二重線クラスターの部分はその下、黒い人型一人、この方610、610というナンバーになりますが、90代の男性としてすでに発表しております。この方に連なる形で検査を進めたところ、白い人型が6人あるのが分かると思います。650から連番です。651、652、653、654、655。もう一度言いますが、650から655までの6人。が まとまった形で施設でのクラスターとなりましたので、新たにご報告申し上げます。その下、職場クラスター、先ほど自衛隊さんとお名前触れましたが、641番の方がお一人白い人型、同居人の方がおられて、その方が職場を連関性確認したところ、こちらの職場ということで641の方を発表しています。右側に移りまして、右上、飲食店ということで、いくつかの塊ございます。上の方の施設の下ですね、施設は昨日発表したお三方ですが、下の飲食店のところに白い人型が3人あると思います。左から640、次が県のご発表になります。1532と1553と、飛び番ですいませんが、そのように伺っております。私ども青森市から発表するのは640。それから、県がこの後ご発表されると伺っていますが、6つ保健所管内で、お二人、この中に発言するという発表があるというふうに伺っております。2分の1は以上でございます。2分の2、2枚目にお進みください。この2分の2のページは左下に白い人型がお二人おられると思います。医療機関に連なる関係です。外側に出ております一番左下の方が647、二重線の内側に入って649です。647が外側、649が二重線の内側というふうになっております。ナンバーの確認でございました。ということで、本日発表するクラスター部分2分の1の左下施設というところで新しく登場しています。改めて申し上げますが、こちらの施設の種別であります高齢者関係の施設、高齢者施設ということになります。先ほども何度も申し上げました通り610例目、90代の男性の方の発症がありまして、その施設の関係者、職員や利用者を検査進めたところ、650から655例目まで都合6人合わせて7人ということになりますが、の発症を確認しましたので、高齢者施設におけるクラスターということで、確認させていただきます。高齢者施設でございますので、外部の面会の遮断、いわゆる見るとしても距離を玄関で距離を持って、面会されてたとか、あとは職員の方は常時マスクを当然着用し検温を実施する、そうしたこと、またすでに先ほど610例目ということで、患者の発生があったということで、
ガン、フェイスシールドの着用など感染対策を行ってきた施設と伺っておりますが、やはり施設ですのでどうしてもこうした一度感染ありますと広がりを持つという意味でご利用いただく必要がございます。ちなみにこの施設につきましては高齢者施設ですので、我々ワクチン接種で言いますと青森市の、昨日もお見せしましたこの広報青森でもご報告してますが、高齢者の第4弾ということで、1弾が老健施設、2弾が特養の施設、3弾が水特養、4弾が佐高住やユーロ老人ホームということで進めてきましたが、その第4番目に位置する施設ということで、我々ワクチン接種予定通りですと5月17日月曜日に、第4弾もスタートする予定でございました。なかなか施設側の準備もございますけれども、やはり今日クラスター新たな高齢者施設のクラスターの発表の含意するところというのは、やはりこのワクチン接種とりわけ、昨日も申し上げましたが、施設というその人が集まる特性上、一度発症がありますとどんなに防御してもクラスターになりやすい、このことから施設のワクチン接種を改めて急いでいく必要があるということが一つ、それから、今日もいわゆる時短営業をしていただいておりまして、飲食店関連のクラスターも若干の発生はありますが、ここ数日クラスターの連続という形になっていないこと、これは改めて、市民の皆さん、また飲食店の皆さんのご協力に心から感謝を申し上げたいと思います。やはり営業制限という形、いわゆる痛みを伴う形ですけれども、このように、施設の飲食店の皆様、そしてご利用者の皆様も協力して、感染拡大防止に努めていただいていることで、ゴールデンウィークに今日から入ってますけれども、飲食店側のクラスターが連鎖する形はなんとかここまでは抑え込んでいるところであります。ただ一方でそれとはある意味全然連関しない形で施設でのクラスター、高齢者施設のクラスターが発生するということで、こちらはワクチンにより予防を急ぐという対応を取ってきたことから、そうした形、施設のワクチン接種を急ぐこと、そして飲食店クラスターについてはここまで営業時間制限含めてご協力いただいた市民の皆様のご協力により、散発的な状況になんとか収まっているということであります。ただまだ油断はできません。ゴールデンウィーク始まったばかりでございます。ぜひ皆様におかれては、飲食店も利用制限という形で痛みを伴う形になってございます。ぜひ感染拡大防止にご協力いただき、不要不急の外出等も含めてぜひ控えるなどのご協力を賜りますよう、この場をお借りしてお願いを申し上げます。私からは以上であります。はい、それではご質問をお受けいたします。ご発言にあたりましては社名とお名前をお願いいたします。挙手していただければまずお待ちいたします。はい、ではお願いいたします。デイリーさん、デイリー東北の佐藤村です。お願いいたします。よろしくお願いいたします。クラスターが発生した高齢者施設についてどの程度お聞きしたいんですが、はい、またその施設の形態というのは通称型なのか入居しているような形なのかというのを教えていただけます。もちろん施設ですので利用者や職員把握しておりますので、施設の形態をこれまで申し上げたことは多分ないと思います。私どもから申し上げることはありませんけれども、ただおのずと一人発症しこう連鎖して拡大するということですから、そういった形で、要は個室個室でというよりはこう集まって、ご利用いただくような施設ということが今回のクラスターにつながっているということですから、なおさら急いでワクチンをお届けしなければいけない、そういうふうに思うものであります。この施設のこれまでの検査状況、何人ぐらい検査して何人の結果が出ているということと、はい、これからの検査予定何人残っているのかということ、はい、そうですね、はい、当該施設については検査数は45と報告を受けております。今日都合7人の陽性を見ていただいていますが、それ以外の38人の方はすべて陰性と確認しております。今日陽性発表の方もいますから、その方の関係ある方はこれから進めますから、そこはちょっと何人かはこれから突き詰めていきます。この施設の職員の方と利用された方はこの45人で大体網羅というか全員という
はい、職員の方は全て網羅していると思います。その方が例えば同居されている方とか、これまで、例えばどこかで会食したことがある方、これからそれを検査していくことになります。まずその施設にあるその職員であったり中の利用者等については、先ほど610番目とご紹介しましたが、すでに発表した方がいるので、そこの調査について、検査についてはほぼ網羅を終わっているという理解であります。ありがとうございます。はい、他にいらっしゃいますでしょうか。はい、では前の方。読売新聞の北原と申します。よろしくお願いいたします。現在市内で、はい、感染が広がっているウイルスというのは、はい、従来型のものなのか、それとも変異型のものなのか、はい、そのあたりはどういうふうにお考えていらっしゃるんでしょうか。はい、この変異型の検査については県の方で検査を進めておられると伺っております。今のところ我々にはその変異型による活性というのは伺っていませんが、先日八戸でしたでしょうか、お一人変異型の N ですかね、 N 型の感染があったというふうに伺ってますから、残念ながら青森、東北はまだ確か全国で発表されたと思いますが、東北以外の関東以南は8割以上置き換えられているということで、遠くに来るのも時間の問題だと思いますし、青森についてもおのずと置き換わってくることを十分警戒して、ワクチンの接種を急ぐということは重要だと思う。今の段階では今日発表の方にそういった方が含まれるという報告は県からいただいておりません。そういうことでよろしいですね、山田さん。はい、ありがとうございます。はい、他にございますでしょうか。ではこちらの方で左手で、はい、お願いします。共同通信の清水と言います。お願いします。お願いします。新規クラスターの点でちょっと伺いたいんですけど、はい、高齢者施設っていうことなので、はい、この20代と30代の方は職員という解釈でいいんですか。年齢を公表しておりますので、おのずとある程度類推はできるかと思います。高齢者施設ですからね。ただ我々一応高齢者、職員とか関係者を特定しない形で申し上げておりますが、発表事実からある程度共同さんの方でご判断されるということであればということだと思います。じゃあつまりその利用者と職員を含むっていう感じ。はい、利用者、職員を含めてというのはそれで、はい、我々もそのように思います。承知しました。ありがとうございます。はい、では前の方でお願いします。持って、はい、大丈夫です。いいですよ、うちで持ちますんで、はい、マイクを、はい、東方日報の高松と言います。お願いします。お願いします。2点ほど聞きたかったんですけれども、はい、新しく発生したこの高齢者施設でのクラスターで、その今後検査される見込みというところはちょっとまだ今後調べるということですけれども、はい、含まれるのはその職員の方の家族と、あとその利用されている高齢者の方々の、はい、家族というか、そういう面会できる状態にはあったということなんでしょうか。はい、先ほど申した通り、今は高齢者施設皆さん面会制限してますので、面会の中でというのは常識的には考えにくいと思います。これから確認しますが、ですからもっぱらどちらかといえば職員の方の同居人であるとか、それまでの行動ということになります。入所した方のいわゆる関係ということで調べていくというのは、おのずと入所内の方の検査は済んでおりますので、ものずと限定される方法、かなり可能性は低いと思います。むしろその外に、施設の外に出た方の状況を確認していくことになりますが、いずれ入所した方が面会の中でというのは、ちゃんと面会制限を行っているということですので、一般的には考えにくい。ただすいません、これから確認していきますので、そのようにご理解いただければと思います。そのほとんど その利用者の方はその入所している施設の中で、その衣食住とか全てそこで生活しているという理解でいいんですか。どこまでかというのは、いわゆる施設の特定につながりますので、あまり申し上げませんけれども、いわゆる施設の中でやはり、ご高齢の方ですから、おのずと行動範囲というのは限界されます、限定されます。そうした形の広がりというよりは、その少しお若い、今日発表した中でもお若い方の方が行動履歴が比較的広くなるのが、これ一般的にですけどなりますので、そのような形で検査を確認していきます。分かりました。あと1点もお伺いしたいんですけれども、はい、この10代の、感染の方が何人かいらっしゃると思います。はい、公表できない部分も多いと思いますけれども、はい、感染経路自体は応援しているのかという部分についてはいかがでしょうか。はい、10代未満の方については、いずれも一定の関係性の中で発見されておりますので、そのようにご理解いただきたいと思います。
かりました。ありがとうございます。はい、他にございますでしょうか。真ん中で、はい、お願いします。青森テレビの長野と申します。お願いします。昨日発表した児童福祉施設だったんですけれども、このための確認でした。まあ、10代の方も本日感染確認されていますけれども、はい、こちらのクラスターにつきましては、本日は、感染の確認はなかったということで、よろしかったでしょうか。はい、長野さんのおっしゃる通りで結構です。施設の、はい、昨日発表ですので、検査は続けてますが、まだ3件程度検査残っておりますが、今日発表がないように、昨日以上の広がりは幸いなことに現時点では見出しておりません。ありがとうございます。はい、他にございますでしょうか。はい、では佐藤さんもう一度。ありがとうございます。はい、と2点確認なんですが、先ほどの高齢者施設の新しい感染が判明した方6人、皆さん症状調査中だと思うんですけど、はい、重症化している方がいるかどうかというのは分かりますでしょうか。はい、いないでよかったはずですが、山口さんそれでよろしいですか。まだちょっとわからないそうです。ちょっと重篤な状況があれば報告あると思います。今のところ調査中ということですので、はい、そこまでの状況ではありませんが、はい、万が一大きい動きがあればまたお伝えする機会があると思います。この施設5月17日からワクチン接種を行う予定だという話でしたが、これは予定通り行うということでどうですか。5月17日、まだ半月ほど日がありますので、当該施設がやるかどうかというのは、ちょっとまだ状況調整中です。5月17日からスタートさせるような高齢者施設について、4段階、4ブロックに分けて、接種を始めていくうちの、その第4のブロックとして、我々としても認識しているところです。その施設は17日から、月曜日からすぐスタートするところもあれば、後ろになるところもあって、この施設がどうかというのは、ちょっとまだ調整中です。5月17日始まるのはこの第4ブロックの施設の、はい、そうですね。先ほどこういうふうに申しました、はい、青森でもお伝えしている第4ブロックの中で施設の、接種、あれ、それは嘱託の巡回のお医者さんとの調整によりますけど、その中でお声掛けをしている施設ということになります。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、他にございますでしょうか。はい、内容ですので、これで記者会見を終了いたします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。